最終的には負けてしまったので、なんとも言えないですけど、まあ、タイトな試合できてましたし、まあ、今この試合忘れて、ダメなところ修正して、また明日準備したいと思います。そうです、まあ、しっかり守れてて、味方に勝つチャンスを与え続けられたかなと思いますけど、まだまだここからなので、まあ、気を引き締めて、また頑張りたいと思います。まあ、今日は今日で、しっかり反省して、まあ、明日はまた頭をクリアにして、しっかり準備、いい準備をして臨みたいなと思います。寺尾戦、有利がちょうどいいところでパック持ってて、で、ゆうたさんがゴール前に走ってったんですけど、そこに全員目行って、自分とフリーだったんで、すごいいいパス来て、あとは決めるだけでした。ですね、今は、まあ、好調といえば好調ですけど、まあ、フェースオフの部分で今日何回も上げてしまった部分があったので、やっぱそこは課題として明日から頑張りたいですね。あと2試合あるんですけど、そこで、まあ、2勝して、しっかりフォームに帰れるように、そこで、まあ、皆さんにまた見てもらえるように頑張りたいと思うので、まあまあ、遠いですけど応援してもらって頑張って帰りたいと思います。で、まあ、本当にいいゲームしてたんですけど、まあ、でちょっと手が足止まっちゃったから、 PK とかしっかり守りましたし、チャンスもたくさんあったんですけど、まあ、そこちゃんと決めれなかったので、まあ、疲れがあるのかちょっと最後は止まってしまったので、課題も見つかったんで、ね、しっかりミーティングして、まあ、本当にプレーオフ OK なんで、明日も明後日もありますから、まあ、しっかり気持ちね、まあ、プレーオフ今年初めて負けたんで、まあ、チームがちょっとこう、天気なくならないように、ね、盛り上げて、まあ、明日勝てばいいだけの話ですから、そういう意味では、まあ、しっかり、このプレーオフ楽しんでやりたいと思います。